皆様こんにちは。新緑のすがすがしいゴールデンウィーク、いかがお過ごしですか？今回は端午の節句のメニューを工夫してみました。お節句やお祭りなど日常とは違った特別な日を晴れの日と言いますが、この日はご馳走を作ってお供えし、人々が集って神と共に食事をする日です。身についた汚れを払う厄払いの行事でもあるんですね。また端午の節句は田植えの時期でもあり、豊穣も祈りました。こうした宮中で行われていた行事が武家社会へ伝えられ、長い日本文化の中で私たちの生活のサイクルとして広く行き渡り、今日まで続いているんですね。それでは早速ちまき寿司から始めたいと思います。具は鯛、アナゴ、スモークサーモン、エビです。鯛は前日に昆布締めにしておきます。鯛をみりんで拭いた昆布で挟むだけです。そうしましたらラップで包み、一晩冷蔵庫で寝かせます。アナゴは水と酒、みりん、醤油、砂糖を入れ、中火で20分から30分煮ます。スモークサーモンは薄く切ります。エビは頭を外します。丸まらないように竹串を通して3分ほど茹で、殻を外してお腹に縦に包丁を入れて開きます。この殻と頭はトマトポタージュの出汁に使うので取っておきます。酢飯にするのにサンゴを炊きました。粘りが出ないように切るように混ぜます。ご飯が熱いので砂糖は煮溶かさなくても溶けます。そして酢飯はしっかりと味付けしておくのがポイント。わさびは薄く皮を剥きます。サメ皮のおろし器で円を描くようにすりおろします。冷ました酢飯を円錐形に結び、わさびを塗りました。酢飯の上に木の芽を乗せます。そして鯛で酢飯を挟みます。2枚の笹の葉でちまきを包みます。笹の葉の茎から葉の先端に向けて紐をはわせ、ちまきの底で紐をくくり、ちまきの頭に向けて紐を巻き上げていきます。頭の部分でくるくると紐をくくりますが、くくりの最後で指の上に紐を巻き、できた穴に通して締め上げます。それでは次にホタテのテリーヌを作ります。驚くほど簡単な作り方をご紹介します。ホタテを切って、生クリームと白ワイン、全卵を加えて攪拌するだけ。オーブンで湯煎にして焼くことが多いテリーヌですが、今回は蒸します。すると10分もかからずに出来上がります。
型に合わせてクッキングペーパーかホイールを切って底をつけ、型の内側にオイルかバターを塗っておきます。蒸し器に入れて弱めの中火で7分ほど蒸します。竹串を刺して生地がついてこなければ出来上がりです。テリーヌのソースを作りますが、材料を混ぜるだけ。キャビアの代用品、ランプフィッシュキャビアをたっぷりのせます。
ランプフィッシュキャビアは600円もしませんが、見た目も味もなかなかです。わさびの葉を蓋に見立てました。さあ、それでは次に食材の残りとお家にある野菜を利用してトマトポタージュを作りましょう。エビの出汁の効いた深い味わいに、いろいろな野菜の歯触りが心地よく、熱々でほっと一息、心と体が満たされるポタージュです。トマトが煮えたら火を止めます。別鍋で水500ml にエビの頭と殻を入れて出汁を取ります。多少煮詰まったところで白ワイン 100cc を加えてもう少々煮ます。先ほど炒めたトマトの煮物にエビの出汁をこして加えます。ミキサーで攪拌します。滑らかな液状になったスープを鍋に戻し、8ミリ角に揃えた野菜を加え、野菜に火が通って柔らかくなったら出来上がり。煮込みすぎて野菜の歯触りや形が崩れないように気をつけてください。最後にデザートのいちごスープも使
作っておきましょう。残りのいちごと砂糖をミキサーにかけ、グラスに注ぎます。さあ、それでは、すべて整ったので、いただきましょう。5月5日に、ちまきを食べるルーツは、紀元前3世紀初頭の、中国にあります。春秋戦国時代の楚の国の王族出身で詩人でもあった屈原は、国運回復に力を尽くしましたが、残念にあって木べら港に入水したのです。人々は国を愛し、国を憂いた屈原を救おうと竜の船を出し、太鼓を叩いて魚を脅し、体が食べられないように米をまきました。それがちまきに変わったのは、ある日白昼に屈原が現れて、水地に供物が食べられてしまうので、魔除けの木の葉で包み糸で縛ってくれないかと言ったからだそうです。こうして毎年、命日でもある5月5日、端午の節句は、時空を超えて、悠久の彼方へと続いてゆき、そうした中で、古代の日本の文化に融合し、今日の私たちの暮らしの中にも受け継がれて、思いが彼方遥かへと、いざなわれるのです。Thank you.